かしいなあ。あっこ駐車場やろ、待ち合わせないけどなあ。掘れへんかな。なに見えたぞ。びっくりするやんか。バレたわ今。びっくりするやんか。バレたわ。どうしよう。どこ？ここ？どこね。この浜。この浜やんか。うん、まあ、この浜。はいはい、ここから、ここからって分かりづらいね。今分かるとこ行こうぜ。うん、そうだ、ね。赤の井。前回。はいはいはい。あれやったのね。参拝やったとこ、うん。赤の井ね。うん、赤の井の。さらにちょっと上がってたもんね。北っ張りね。北っ張りっていうの。北っ張り。北っ張り。北側に。北側に上がってたのが、ね、この浜。この浜ね。はい、いいやんか、ここ。おかっぱりめっちゃ多いし、うん。ここは結構釣ったことあるで。ある？うん、もう釣りしたことある？あるある。そう。まあまあ。ここね、僕も結構大好き。あ、本当。うん、あ、いいやいいや。いいね。なんかやっぱり多いよね。うん。結構ね、ここは地形変化もあるんですよ。そう？うん。どんな感じで？地形変化もあるし、うん、でウィードが多い。うん。あ、ウィードが多いの。ウィードが多い。ちょうどね、まあ、これ襟があって、はいはいはい、襟はダメだよ。襟はあかんね。襟ダメだけど、襟と襟があって、うん、この真ん中のここのとことこってね、はいはいはい、すごいエビモが。入ったり、そうやね。そうで、まあエビも、笹バムも入ってるかな、うん、結構エビもそのパッチがバババッと入るんですよ、うんうんうん、結構ここはトップとか、ほうほうほう、僕シーズン6月7月とか入ってきたら、うん、結構トップとかでよく釣る。ああなるほどね、めっちゃ面白い。ほう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 。で、まあ、最近とかだったらね、ワカサギ入ってきたりするから、ワカサギ入ってくるとそれはそれで釣れるし、はい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 、結構好きよ。で、古流がね、ここ結構当たるんですけど、うん、寄れるんですよ。この浜は？この浜、この浜って、うん、ここのここだけね、うんうん、ちょうどこう春節があって、はい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 、沖に大きな春節があるんですよ、はいはい、で、その春節があって、うん、その春節絡みでここって古流が、古流がね、北からこう流れるんですけど、うん、こっち流れた時にここだけちょっと寄れて当たんないんですよ、うん、へー、だから放水がアップした時とかでも、うん、ここ意外と強い。ほう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 。今日も風は無風だね、ほぼないね。うん、いいやん、あったかい、いい感じ、いいわ。ボートも出てあるわ、ほら、いい感じやね。なあ、ここもほら駐車場ある。駐車場ある。あ、言っても車多いからね、散らばってあんのかな。そうね、結構やっぱおかっぱ多いわ。いるいる。赤のね、出水町のね、うん、あれの大きいぐらいにドーンって収穫が広がって、はいはいはい、で、まあ、ちょっとね、まあ、あの辺おかっぱの人いるからあれやけど、そうやね、あの辺はこうちょっとその春節が岸に寄ってるんですよ、うんうんうん、だから岸際から遠投すれば、うん、若干その春節のブレイクが届く。お、そうなんや。届く範囲まで寄る。へえ。じゃあ結構手前まで来てるんやね。あの辺だけ寄ってる。ここは届かへんけど、うんうんうん、ただ届けへんけど、ここはエビモのそのエビモがいっぱい生えたりとか。はいはいはい、はい。もう僕はよく来てるね。なるほど。沖の方もよく来てる。なかなかやっぱ古流が寄れるっていうのが。うんうんうん。そうか。うん。こうでもやはるしな。トップシーズンとか大好きやな。トップね。ここは、まあ、今の時期でも、でも春も春で来るでしょうね。うん。巻いたったらいい？巻いていいと思う。うん。とかあとまあ普通に何やろ、ノーシンカーとか。ノーシンカー。芋、うん、あり？芋。芋もありだと思う。お。あれはでもね、木がね。うん、あるから。これ気をつけなあかんね。そうね。引っかかるからね。ここは水深どれぐらいなんやろ。大体でも僕らもでもね、興味この中まではあんま入れへんから。そうか。あれなんですけど。うん。大体2、3、2、沖の方で
キノコで2メーターとか、あ、そっか。2メーターぐらいにあるかなって感じ。この辺あったからもうちょい浅いかな。浅いな。1メーターから2ぐらいかな。ほう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 。で、そっちのその春節寄ってる側で、うん、2.5 ぐらい。沖のその春節は3ぐらい、3とかもっと深いんですよ。4、5とか一気に。うん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 。この辺までは。そうか。浅いかな。じゃあ、ここが地形変化が著しいってことや。まあまあ、そうですね。な、そっか。ちょっとおかっぱりやってあるしな、あんまりな。そうね。うん、あんま近づいたら、な、うさいって言われたら。逆やったら言うもんな。うさいうさいって言われたら、ごめんこれだから地形的にはだからその春節がたまにあるって感じ？たまにとかそれ春節が大きいのがあるから、うん、たまにある、どういうこと？春節は存在したりしなかったりするの？どういうもんや、春節ってたまに消えるの？あれ違う、いや合ってると思うわ。いや合ってなくない、合ってない。いや全然合ってる合ってる。春節は動かないどっちかというとウイードは生えたり生えなかったりするけど、いや違う違う、そんなんちゃうて。え？そんなんちゃうねんて。今間違ったから恥ずかしい。そんなんちゃうねんて。春節っていうのは穴やから。一箇所ドン。一箇所ドン。あ、一箇所ドンかいな。一箇所ドンが。それを言うて先に。言ったよ。それがだからあの辺に被るから。でこっちだから当たらへんってね。うんうん。そっかそっか。ただこの辺の要素としては絶対そのエビモが絶対キーやから、ここね。そうで、まあ、どん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 また伸びてくる、うん、水面ギリギリまで行くから、ね、あ、見えるんや。そう、そっかそっか。であとそのやっぱ流れのよれってのはでかいよね。よれる、うん、よれるところっていうのは結構変化として絶対いいんで、うん、特にその放水が上がったタイミング、放水が上がったタイミング、うん、上がったタイミングとかは余計によれるから、うんうん、まあ、放水量とかもね見てった方がいいし。そうやな、みんなチェックしたもんね、結構。もちろんチェックできる南郷、うん、あの国土交通省のね、はいはいはい、サイト、琵琶湖の何トンとか出てるもんな。水表、うん、そうそうそう、うん、あれ見てたらそうなんですよ、うん、あれも釣れますね。アフターとかもよく釣れるから、スポーニングシーズンから、うん、アフター、真夏も僕やよくやるんで、ここはでも結構、あ、結構夏多いよ、結構夏多いでしょ、うん、夏も釣れると思うし、ボートも固まるもんね、ここ。そうね、うん、でこっち来るとまただからワンドの方に、はいはいはい、赤のりのワンドの方に入って差し掛かるけど、うん、こっちはこっちももう基本的に地質的には泥なんや、うん、あ、泥なんや、ここ砂っていうかな、砂地みたいな、なんかそんなにハードボトムではない。そっかそっか。その辺ずっとその泥っていうか砂っぽいような感じで、うん、芋が点々と入るっていうか、はい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 、そんなに変化もない。へ、ただそのワンドに入る要はね、うん、本庫があって、うん、ワンドに入ろうとするとここは曲がるわけ、曲がるってことはここは変化ね、うんうん、それがちょうどここまで。そうやな、まあ、地図的にこう大きく見たらすぐ分かる。はい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 。これこういうのとかね、うん、ほらどこどこ、こういうのちょっと変わってるじゃん。え、どういうどうここ石の入り方ちょっとなんかなんていうの、くびれてるっていうか、はい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 、こういうのも大事ね。はあ、うん、ちょっと変わってたけど、ほんまやな、ずっとずっとなだらかにずっと言ってるけど、そうちょっと違う。なるほど、急にファッとここ、そう、こういうの、こういうの大事。はい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 、気持ちええな今日。ああ、いいね、いい。走る？いや、走りはせえへん、ほんま膝が走ると膝が、やっぱ歩くのが一番いい、ね、歩くのが一番いいから。散歩や、散歩やんか。あ、結構歩いて歩いた人も多いわ。結構ここは散歩道ですね、うん、いいね、のどかだね。のどかやわ、こんな日あるんな。あったかいもんね、うん、久しぶりやわな、こんな日当たった。ほんと、そうでもないかな前ん時の散歩もでもあったかった、ね、そうやなあんまりほら記憶がさ大丈夫最近さ記憶がさ、記憶大丈夫そうよくわからない。いいよね、この辺もずっとフラッて、ほんまや。襟だけ気付けやったら感じるね。襟はね、この辺多いんすよ、うん、そこのとこ襟がトンテンとあるから、まあだからそれで魚が入ってくるってのもあるんですけど、うん、まあ、直接売ってはダメだから、はいはい、
それだけ気付けようね。そうですね。でも魚はやっぱり濃いかな。おかっぱり人気ですもんね。おかっぱり人気ポイントやで、ここ届かんけど、うん、ここも赤の井のその沖の御用筋があるんですよ。はいはい、はい、一文字があって、うん、でその一文字のあのだいぶまあちょうど真ん中やからこっから届かんけど、うんうん、もうここらひたすらなかなかなフラットもうフラットやね、うん、もうフラット、うんうんうん、ゼゼ公園みたいな感じや。そうねな、うん、ひたすら浅いけど、うんうん、だからこうポッとそのウイドだったり、うん、まあ、沈んでるもんだったりっていうのはまあ狙い目になるかな、はあはあはあ、もう探っていくしかないかな。なるほどね、うん、そういうウイドとか、そうそうそう、流れのそのやっぱその入ってるっていうのが一つは大きな変化、うん、なるほど。入ってる、あのワン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 ドワンドワンド、なるほど。言うたけど本人からくぼんでるってことね。くぼんでる、くぼんでる、はい、あ、はい、あ、バンドの地形、地形的に、ね、あ、地形的にね、ちょっとわからんかった。階段なんですね。ほんまや、階段なってるわ、うん、だんだんなんですね。またほんまゴロタで違うね。ゴロタとはちゃうから、なんかこれこそブレイクなってんちゃうの、これ。でもそどこまで大きい入ってるか、そんな入ってないから 2,3 段ぐらいかな、うん、そっかそっか、もうすぐその辺で終わってるから。ここのポイントは何なんやろな、んポイントとしたらな、この浜、この浜ポイントはやっぱりでも流れとウィードかな。流れとウィード、キーはキーはそこやか、うん、狙ってるのはウィードと、うん、やっぱ古流かな。古流、魚が入ってくる入ってこないで言ったら、うん、この辺は意識するかな。浅いところだから入ってこんと釣れへんってことやもんな。まあまあ要は刺してきてくれたら刺してこんと、うん、でやっぱなんかつくもんがいるから、うん、つくもんってなったらウイド、ウイド、うん、でその食わせる条件としてこういう、うんうん、ウイド寄れとか、はい、流れですね。その辺は大事になってくるポイントかな。な、常にこうずっとおるっていうよりは、うんうん、春とかやったら刺してくるから、はい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 、おるけど。なるほど、うん、じゃあウイド具合を見るっていうのと流れを見るってね、だからそこの、うん、しっかりその放水量を見て、流れは放水量、うん、うん、それを見たら大体読めるんで、うんうん、その辺見ながらやるといいかなと。あとたまに春節気ぃつけた方がいいね。春節ね、うん、春節は春節は動かないから。え春節は動かないから。そう、うん、地形変化だからあれは。そう、うん、埋めない限りないから。え、言うてくれんとその分かれへんやん。言ったし、大体みんな覚えといてね。春節穴です、穴です。知ってるやん、言い間違えただけやんか。言い間違えただけやのにそんなにずっと言うやん。帰って勉強しようか。どうしよう。皆さんこんにちは、大西健太です。ユシエルです。そう、レターはすごいいただいてるんですよ。そう、マジすごい、もう皆さんね、もうありがとうございます、うん、本当にこう皆さんすごい送っていただいてるんで、レターをちょっと皆さんのやつを読み上げて、匿名さんです。はい、こんにちは、こんにちは、はい、ラジオ YouTube を参考にさせてもらって出てきた場所に足を運んでます。自分はホックが好きでよく行くのですが、うん、OK 散歩でホックに行く予定はありませんか、うんうん、特に最北端が好きです、うん。